学校の演奏に参りましょう。7番目は九州ブロック代表、宮崎女子高等学校です。合唱部部長3年の重山陽子です。今日は私たちの学校を紹介します。宮崎女子高校は宮崎市の中心部にあります。今年で創立57年目を迎えました。礼節と勤労をモットーに週1回礼儀作法を学ぶ授業があります。ちょっと珍しいでしょ。美しい立ち居振る舞いやテーブルマナーを身につけて大人の女性を目指します。3年生になるとこの授業では先生方にお茶を出す実践もあります。体育系のクラブ活動では剣道、ハンドボール、器械体操などは九州大会でも活躍。放課後はいつも気合の入った練習の声が響き渡ります。ここが私たちの合唱部です。どうぞ。放課後の2時間に集中して行う練習では、3年生が呼吸法や顔の筋肉の運動などを指導します。64人の部員を引っ張っていくのはなかなか大変です。宮崎県内の高校では唯一の音楽科があるので、電車で1時間かけて通学する生徒もいます。平成5年、6年と続けて全国大会で金賞を受賞しました。先輩方に負けないように練習にも熱が入ります。じゃなくて、風を開いて、ソーラー、ソーはもっと遠くに出してください。いいですか？風から3度。指導の有川先生は、言葉のイメージを大切にとよく話されます。警報器を必ず頭の上で、ケーッとこっちに持ってる。警報器したからじゃなくてね。毎日練習を続けてこれたのも、歌っている時に鳥肌の立つような感動を味わうことがあるからです。透明な響きのある合唱を目指して心を込めて歌います。踏切の警報器。
続いて自由曲です。